はい、追っかけてきましたー。はい、離れてきましたーおーお。ほい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 。ほい。これ何してたえー、っと、これを前回はね、 えっと、チュートリアルの方でキャラクターキューブが、えっ、ー、と、あ、そうか、プレイヤー、ここのね、キャラクター2じゃなくて、毎回毎回、えっ、ー、と、キャスト 2BP キャラクターにして、毎回毎回、こう、なんですか、分身ができるたびに、まあ、プレイヤーをとにかくターゲットにしようとしてたんですけど、ちょっとね、 ま、あそれもいいんだけど、なんか、ね、キャスト2、キャスト2、キャスト2ばっかりで、ちょっと、あんまり、ね、ゲイがないので、ちょっと、じゃあ、インテリ、インテリジェンスな、やり方をやってみようかと思います。え、それがですね、ブループリントインターフェイス、にゃんという、えっと、ま、ファイルになるんですかね。これは何かっていうと、ま、キャスト2は、 えっと、まあ、キャラクターとか、まあ、アクターとかと、えー、間にあった壁をこう、ぶち抜いて、えー、毎回毎回ぶち抜いたりして、えー、こう、データをやり取りするみたいな感じだったんですけども、今回のブループリントインターフェイスは、えー、まあ、脳内チップみたいなもんですね。チップを埋め込んで、えー、埋め込んだところでですね、この発信側が、こう、なんか、データを送信すると、 それを受信して、それに向けてこう対応するみたいな感じですね。ちょっとやってみましょう、えー。なかなかね、ブループリントインターフェースのこう、仕組みがなかなかわからないんですけども、まあ、やっているうちに、まあ、脳内チップでこうね、電波を飛ばすぐらいに思っとけば、あの、わかりやすいと思います。ブループリントインターフェース P。 で、今回は、えー、っと、キャラクターがこう、動な複製して、ポゼス、複製して、ポゼスってやってるので、でこれの、なんですか、えー、タイトルとしては、じゃプレイヤーチェンジドという、えー、インターフェースにしてみましょう。で、これは、まあ、要は発信する側と、 えー、受ける側っていうのに両方でこう、まあ、指示を出せば良いというわけですね。じゃあちょっと開いてみましょうか。えー、とこのブループリントインターフェースは、まあ、そんな感じでその、あのー、データのやり取りとかこう,こういう連絡をしますよっていうことだけをやり取りするものなので、えー、中をごちょごちょいじるっていうことはありません。でここでまあどれでもただニューファンクションになってて関数になってるので えっと、名前を、じゃあ、これは、プレイヤーチェンジドにしましょうか。プレイヤーチェンジド。ね。それで、えっ、ー、と、古いキャラクターから、新しいキャラクターに移るわけですから、まあ、これは、あれですね。えっ、ー、と、インプット。インプット値をですね、まあ、これを、 ニュープレイヤー。新しい方のプレイヤーをニュープレイヤーにして、じゃあこっちをじゃあアクターにしてみましょうか。アクターリファレンス。まあ何でもかんでもアクターを受け付けますよということにして、もうこれで終わりですね。じゃあコンパイルして、え終了。 そうしますと、ここで、え情報発信としてはもうこれでインターフェースができたので、ここですね、ディプリケートで新しいキャラクターができたときに、えこの、さっきのね、まファンクションですから、関数ですから、さっき名前を付けた、プレイヤー、チェンジド。 と書くともうすでにね、ここに出てきます。プレイヤーチェンジ度メッセージ。キャストトープレイヤーチェンジ。まあなんかそういう、なんていうんですか、物体みたいな、クラスみたいな感じにもインターフェースはなるみたいですけど、この使い方はちょっとね、もうわかんないんで、メッセージを作ってみましょう。そうすると、えー、プレイヤーチェンジ度、ターゲット、ニュープレイヤーと 出てきますこれとにかく、えー、電磁波みたいにビビビビッとどっかに向けて指令を出せばいいんですけど、えー、ニュープレイヤーの方はねさっきここで書いたアクターですねだから新しくなったキャラクターをこっちに入れると、えー、そうすると サードパそのキャラクターのね0から1から2から3っていうのがその都度その都度ここに情報として入ってくるわけですねターゲットをどうしようかとターゲットっていうのはだから送る相手ですよね送る相手をただただのポーズではに、あのー、全部のね存在に送るわけにはいかないのでこれを決めなきゃいけないとまあまあそうしたらやっぱりねキャラクターキューブの方に 送りたいので、じゃあまたあれですか。あれをやってみますか。get actor,get all actors of, あ、get all actors with interface なってなんですね。 インターフェースでじゃあさっきのプレイヤーチェンジ度あありましたねオ l l a f t ー r with i ー t でプレイヤーチェンジ度のチップを埋め込まれたアクター全てに命ずるみたいな感じですかねいいよそうするとここで 何ですよね、えっと、今のところね、この場にいるのは、ポーンとアクターと、えー、キャラクターなわけですけども、まあまあ、何種類に増えてもいいように、えー、ここで、あれですよね、ここで全部、ね、集められてるわけなので、ここで、また、こないでやりました、4、1、4、1。 で、よで、その埋め、チップを埋め込まれた、インターフェースを埋め込まれた相手方に対して、いちいち、はい、はい、プレイヤー変わりましたよと。プレイヤー変わりましたよ。で、この、アレイのエレメントに、相手ですね、相手方 えー、相手方の方に全部ピッピッピッと送ると。で、ポゼスは毎回毎回やっちゃいけないから、えー、ここはカットですね。で、このループでメッセージを送り終わりました。で、最後のところで、ほいと。で、最後にキャラクターを ポセスするとこれで一通り流れとしてはそのゲームのフィールドにいる全ての、えー、チップを埋め込まれたやつに指示をメッセージを送ることができるとただ今のところあれですよねメッセージをチップ誰も埋め込んでないので何にも変わりませんな そしたら、今度やることっていうのが、キャラクターキューブに、じゃあ、チップを埋め込むにはどうしたらいいか。今、クラスデフォルトっていう、この上にあるんですが、このクラスセッティングですね。クラス、クラスっていうのは何かって言ったら、ここにあります、キャラクターとか、えー、ポーンとか、 えー、インターフェースとかですね。まあ、こっちの例えばこれはこれでまたインターフェースみたいになってるんで、そのクラス、それぞれの特性を持ったものの大元のセッティングみたいな感じですね。で、このクラスセッティングを押すと、えー、インプリメンテッドインターフェース、埋め込まれたインターフェース。まあ、要はチップですね。脳内チップと思ってください。ここに、アド、プレイヤー、 チェンジドここなんか動きましたね。インターフェイス。プレイヤーチェンジド。えー、ここの、ね、マークがある通り、これと、ね、似たようなマークですよね。これが、えー、埋め込まれましたと。で、埋め込まれたら、ここはできないと。どうすんだダブルクリック。来た。 イベントプレイヤーチェンジド、えー、イベントがダブルクリックしたら出てきました。これはつまりこのサードパーソンでメッセージお手紙を送りました。お手紙送ったら受け取りました。で、ここで見ていただければわかるようにニュープレイヤーなので新しいプレイヤーが、えー 情報としてこれ引き継がれるわけですね。脳内チップを返して。そうすると、その都度その都度情報が来るから、ここに、ね、最初は、えー、ここですね。サードパーソンキャラクター2を、えー、窓、穴をぶち上げて変数にしてたものを、まあ、新規でその都度書き換えましょうと。なので、ここで、 セットあら、えー、ニュープレイヤーが <laughs> アブジェクトリファンスノットコンパチブル BP スワードパーソンキャラクター2オブジェクトリファンスこっちがアクターなんですけどこっちがさらに厳密にサードパーソンキャラクターっていうカテゴリーになっちゃってるからちょっと受け付けられないと なんと、残念。まあ、とりあえずこれで、まあ、プリントでもしておきましょう。プリント、ストリングで、つなげとく。さあ、これで、拡散したときに、拡散じゃないや、プレイしたときに、複製したときに、本当にね、そういうことが起きるのか。いきますよ。ピッ。あ、出た キャラクター22って出てるね。でも、やっぱり追いかけてはくれないと。はい。まあ、しょうがない。エラーも出る。さあ、そうすると、これはどうしたらいいんだ要は、ここがアクターじゃダメだっていうことですね。そうするとですね、ここがアクターを、えっと、 もうちょっと厳密に BP サードパーソンキャラクター2のオブジェクトリファレンスに変更すればいいのかなで、コンパイルしちゃう。サードパーソンキャラクターの ここが入はまあ <laughs> 全く同じものだから多分エラー出ないんでしょうねはいでこれキューブのここが OK じゃあこれ消しましょうでつなげるとどうでしょうか 追っかけてくる分身ああ来た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 ,来たこれ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 を待ってたこれを待ってたんですよいやあありゃ,りゃありゃあー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 あ,ーあーなるほどねこれで離れていってですね あ,あ、来た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 。うん。なかなかいいですね。こっちの青い方もね、えっ、ー、と、ポーンですよね。キャラクターポーンも、ポーンにももちろん埋め込みができるはずなんで、クラスセッティングで、アド、プレイヤー、チェンジド、できますよね。 ここでインターフェースができるから、これ複製したときにん、ダブルクリックします。ニュープレイヤーが出てきて、じゃあこれを、じゃあ AI Move To とかやってみて、えー、ンはこれセルフですよね。

そう,そうだよね。今は大丈夫。複製してないからね。ああ、逆にやられた。複製あーああーちょっとあー <laughs> もう、どこに逃げても。どこに逃げてもダメだよ。ええー、複製なんかしてはいけま。あーあーあーあああ たぶんあれですね、飛ばされ、とあの、エリア外に飛ばされちゃったんでしょうね。うわああれほい。あ <laughs> ああああ、そうか、でも衝突しないから、これはこれで。ああなるほどあ、なるほど、なるほど。 あ、で、で、でででこっちやられた。あ、なるほどね。えっ、ー、と、コリジョン的にはもうほら、くっつい、あー、これ、これは、これは良くない。これは良くないけど。でもこれまた行っちゃうもんね。で、わ、わっと複製したら、どっかにいるよ。どっかにいるよね。 ああああうわあ <laughs> 飛んできたよ。い、い、い。あ、なるほど、なるほど。一応移動が完了したからこれで終わりなんだ。ああこっちのやれだ。ああああ ああ、なるほどね。それぞれキャラクターがあって、面白いっちゃ面白いですね。はい。ああ、挟まれた。という感じで、えっ、ー、と、ブループリントインターフェースを使うと、まあ、割と、あれですよね。ちょっと工夫して頭を使わなきゃいけないけども、えー、ここのね、 やり取りとかがすごいシンプルになるさっきの,あのキャスト2キャスト2をいっぱい使わずにこれでできたのでしかもポーンとかに組み込むことも簡単なのでインターフェースっていうのがあるとまあ先々便利かなと思って、まあ、今回お伝えしましたじゃあニゃーまたまたアップデートします